お電話ありがとうございます。はい、お電話ありがとうございます。かしこまりました。少々お待ちくださいませ。ありがとうございます。お差し支えなければもう少しご状況をお聞かせください。かしこまりました。少々お待ちくださいませ。ありがとうございます。お差し支えなければもう少しご状況をお聞かせください。はい、お電話ありがとうございます。え、あ、はい、そうですけど、あ、そうでございます。はい、あ、あ、はい、いや、はい、あ、すいません、あ、すみません、大丈夫です。はい、はい、承知いたしました。それでは折り返し確認の上お電話をさせていただきます。ご連絡の難しいお時間帯は申し訳ございません。そちらに関しましては改めて担当よりご案内をさせていただければと存じます。はい、それでは赤をクリックしていただいて、あ、表示されておりますでしょうか。はい、そちらでございます。こちらこそご対応ありがとうございます。以上でよろしいでしょうか。はい、こちらこそご連絡ありがとうございました。また何かございましたらお申し付けください。はい、かしこまりました。それではさ、お差し、あの、お嫌じゃなければですね。はい、え、私ですか。はい、あー、忘れてた。いや、社名名乗りますね。会社名です。あ、そうです。あ、もう名乗らなきゃなんです。名乗るんです。私、ディーコミュニショルンズ、あ、ディーコミュニュ、あ、ディーコミュニティコリ、ディリー、コールが鳴る、出る、喋る、書く、またコールが鳴る、喋る、書く、これを繰り返し、繰り返し、時間が過ぎていく。うん、積み重なっていく。それが私の踏み込んだコールセンターという場所でした。コールセンターってなんだか不思議な場所。一つの場所に何人もの人が並んで、同じような顔して同じようなことを喋って。でもみんな、それぞれがいないように振る舞っている。でも、みんな誰かとつながっている。そんな場所。それにしても、なんだか一人、随分とひっどいのがいますね。あ、皆さんはじめまして。私がそのひっどい喋りの小本人、美奈子と言います。本名は、山形美奈子。でも出身は、栃木県宇都宮市。栃木にも山形さんはいるんですよ。あ、でも山形さんと呼ばれるより美奈子とか美奈子さんと呼ばれる方が私的にはしっくりきます。だから私はいつも美奈子です。今お聞きいただいたのは今から3年前の私。高校卒業してすぐに夢を追いかけて上京して、夢の虜になったり、夢に泣いたり、夢を疑ったり、とうとう夢に背を向けて開いた扉が、このコールセンターのオフィスの扉でした。さっき聞いていただいた声は入ってから2ヶ月くらいだったかな。同じ日に入社した子はなんと3日で辞めちゃいました。そんな人も少なくない職場だと聞いて驚いて、でも私は4日目も5日目も通い続けていました。そしてコールセンターに通うのが日常になっていたのがあの頃。だけどね、職場に通うことに慣れても喋りは相変わらず下手くそなまま。でもちょっとずつお客様の様子も感じるようになってきました。あ、今の喋りは違ったんだ、とか。あ、この人はこれが欲しかったんじゃないんだ、とかね。そんなんばっかり。でもだんだん、オフィスを出て街を歩いてても、家に帰ってチューハイ飲んでる時も、ふっと昼間の自分のことを思い出して、ふっと笑うような日々が始まっていました。
そもそもなんでコールセンターの仕事を選んだのか。正直楽かなって思ったんですよね。服も頭も自由だし、ぶっちゃけ座ってるだけだしってね。でもね、楽な仕事って本当に良いものですかね。私思うんです。楽な仕事と続けたい仕事は多分イコールじゃない。続けられる仕事ってもっと何か自分に響くものがあるはず。もちろん辛いだけでも仕事は続けられないですけれどね。そんな楽そうだからと選んだコールセンター業務、やってみれば全然楽ではありませんでした。座ってれば楽だと思ったのに、座っているだけでも足腰って意外と疲れるし、怖いお客様もいるし、変な電話もかかってくるし。でも今ならわかる。あの時変だと思っていた電話こそ、今の私を形作っている大切な経験になっているということを。それは仕事で多くの人が経験することなんだろうけど、あの頃私が出会った電話の中には、きっと誰も経験しないようなとんでもない電話を待ったんです。これはそんな私、美奈子がコールセンターで出会った不思議なお話です。そしてこの不思議な体験の後、私美奈子がこの仕事を楽と思ったのか、きついと思ったのか、そして続けたいと思ったのか、これはそんな私のお話。これからしばらくの間お付き合いいただければ光栄です。はい、お電話ありがとうございます。はい、お電話ありがとうございます。かしこまりました。少々お待ちくださいませ。ありがとうございます。お差し支えなければもう少しお聞かせください。承知いたしました。それでは確認の上折り返しお電話いたします。はい、引き続きよろしくお願いいたします。どの仕事も他の職場から見たら変わっているけれど、コールセンターの一日って客観的に考えてみたらちょっと変わってるのかもしれない。同じ職場の人でも日勤と夜勤がいて、出勤の時間でも誰かしら電話応対をしている。おはようございます。周囲の電話に声が入るかもしれないから基本大声は禁止。私もともとはダンサーの卵で、挨拶には厳しい体育会系の世界で育ったから、きちんと挨拶しないと気持ちが始まらないんです。挨拶ってなんていうのかな、投げるだけで終わるんじゃなくて、帰ってきて初めて挨拶したになるんじゃないかと思うんです。顔を合わせないとおはようだけでは気持ちのやり取りってできないんじゃないかな。そんな考えを周りにも求めてるもんだから、小さい声でポソッと言って、自分が求めてるようには誰も返してくれなくて、一人へこむこともよくありました。よろしくお願いします。さて、私たちのコールセンターはロッカールームもないから、そのままデスクに到着。始業時間までにパソコン立ち上げて、ペンよし、メモよし、これでもう仕事が始められます。よろしくです。まだ気投げに言ってるよ。おはようございますも、よろしくお願いしますも、相手と目を合わせてみるとか、笑顔で言うとか、もっとやりようがあるよね。ほら、あの人みたいに。おはようございます。あ、おはよう。はい、来ました松下さん。彼女はコールセンターの主。おはよう、なんとか間に合ったね。あ、うん、ありがとう、ごめんね。話しかけたのは杉原さん。こちらも大ベテランだけど、松下さんより先輩か後輩かもよくわかんない謎の女。さて、松下さんのシフトは午前9時半から。そして彼女が到着するのは9時28分。電車は？うん、そうなの。
電車遅れちゃって。ううん、いつもだから。なぜか松下さんの電車はいつも遅れっから。みなこちゃん、みなこちゃん、今日もよろしくね。あ、よろしくお願いします。声大きい。すみません、挨拶してくれるのは嬉しいけれど、声のボリューム、適切な態度、松下さんにはごく普通の簡単なことも、オフィス歴2ヶ月の私にはめっちゃ大変。っていうか、全然調整がうまくできない。だから声をかけられると嬉しさ半分、参ったなーって気持ち半分。それが態度に出ちゃって割とブスッとしていたから、はっきり言って扱いづらい新人だったと思うんです。松下さん、それでもよく声をかけ続けてくれたな。みなこちゃん、今日なんか共有事項あった？ただこの松下さん、ただの人の良い時間ルーズな人だってわけじゃないんです。松下さんには、あ、ごめん、なんて言ってる？みなこちゃん、共有事項。すごい技があるの。はい、お電話ありがとうございます。 D コミュニケーションソリューションカンパニー受付センターでございます。おーおー、まだパソコン立ち上がってないし。はいはい、かしこまりました。お問い合わせでございますね。メモも出せてない。はい、やっぱり落ちた。お待たせいたしました。改めて確認させていただければと存じます。あーほら、焦るから筆記用具ばらまいちゃって。でも声はぶれない。まだ一回も座っていないのに、声は背筋をピンと伸ばして座って話すオペレーターそのもの。かしこまりました。状況を確認いたしますので、お客様のお名前とご登録のお電話番号を伺ってもよろしいでしょうか。出勤して1分以内に電話を取り、お客様には一切の焦りも聞かせず、きっちり話を聞き取って対応する。これこそが名人芸。実に鮮やかな松下さんの技です。そして松下さんだけじゃなくて、杉原さんもすごい。電話応対しながら器用に床に手を伸ばし、すごい体勢で松下さんがばらまいたペンやらのど飴やらメモ用紙やらをさっさと拾ってデスクに置いていく。これぞバディ。見事な連携プレーでございます。では確認いたしますので、保留にてお待ちいただけますでしょうか。ありがとうございます。少々お待ちくださいませ。ごめん杉原ちゃん、ありがとう。もう満タイ。お二人ともさすが。うわ、すっげー。まだ電話も出ずポカーンと座ってるのは私、みなこだけ。ほら、ぼんやりしてる場合じゃないよ。あの電話が来るよ、みなこ。はい、お電話ありがとうございます。D コミュニケーションソリューションカンパニー受付センターでございます。え？もしもし？墨田区の高橋様でございます。おつなぎしてもよろしいでしょうか。え？それではこのままお待ちくださいませ。え、ちょっと待って。みなこちゃん、どうした？あ、なんか切れちゃいました。え？何の問い合わせだったの？いや、特に何にも言ってなくて。あ、墨田区ってどのあたりでしたっけ？え？墨田区、東京の。ちょっと何言ってんの？相撲部屋がいっぱいあるところよね。昔、よくデートしたわ。じゃなくて、ほら、電話取る。はい、お電話ありがとうございます。 D コミュニケーションソリューションカンパニー受付センターでございます。
はい。はい、かしこまりました。あ、はい、お電話ありがとうございます。はい、あ、そうです。はい、はい、そうですね。コールが鳴る、出る、喋る、書く。またコールが鳴る、喋る、書く。これを繰り返し、繰り返し、時間が積み重なっていく。それが私が踏み込んだコールセンターという場所でした。この日もいつものように業務が続き、時が積み重なり、戸惑っていた私の声はみんなの声に埋もれ、消えていきました。そう、まるであの電話のことなど、すぐに新しい電話の記憶の中に埋もれていってしまうことを暗示しているように。でもね、これが物語の始まりだったんです。この電話の続きは、また次回に。それじゃあ、またね。みなこでした。